護国院は東京都台東区上野公園にある天台宗の寺院。東叡山寛永寺最初の寺院である。東叡山寛永寺護国院と号し、東叡山釈迦堂の別名がある。谷中七福神の一つである大黒天を安置する。東叡山寛永寺護国院、大黒天、寛永2年、天海僧正により東叡山寛永寺が開山したのと同時に、天海の命を受けた開基聖順によって、東叡山寛永寺最初の寺院として、護国院が建立された。寛永7年、天海により、境内に一堂が建立され、古物史家菅野作と言われる釈迦、文殊、普賢の三尊像を安置、本尊としたことから、釈迦堂と名付けられ、護国院は別当寺となる。釈迦堂は、草創期の東叡山において第一の大建築物であり、元禄期に根本中堂が完成するまで、東叡山総本堂の役割を果たした。大阪城、落成25年となった、寛永16年、釈迦堂で、豊臣、徳川両軍の霊を弔う、大念仏法要が執り行われ、その功績を称えた三代将軍、徳川家光より、藤原真実筆と伝えられる大黒天の画像が奉納された。以来この像は護国院大黒天として信仰を集めた。正月3日の福湯の行事は江戸名所図江戸砂子にあるごとく知られ、谷中七福神の一つとして信仰されている。護国院は当初、寛永寺本坊裏手にあったが、徳川家霊廟建設のため幕府の命により移転した。慶安4年、四代将軍、家綱の霊廟建立のため、北寄りに移築。さらに、宝永6年、五代将軍、綱吉の霊廟建立にあたり、清水門の傍らに移転した。享保2年に、本堂は焼失し、同7年に再建された。第13世住職東順は、後に、真宗善光寺別当大勧進第80世勧授に就任し、天明3年の浅間山大噴火や天明の大飢饉において民衆救済に尽力したことで知られ、御地脈、善光寺本堂での御開帳の由来となり、皇覚天皇に3機会及び10年を授けたて祀っている。昭和2年、東京市立二中の創立にあたり境内地の大半を譲渡し、本堂を現在の位置に移動した。本堂脇の栗の1階部分は1927年竣工で、岡田真一郎設計による和風建築である。ありがとうございます。